はい、どうも TJ です。今日はね、このオズモアクション、これのねケースについてちょっと話そうと思います。これ純正の、付属してきたケースですね。これにオズモアクションを装着しますね。これはまあ非常によくできてますね。もちろん純正だから当然なんだけども、まずね、オズモアクションにはマイクが、内蔵マイクが2つあって、一つはこの中ですね。ここの、ここにあります。それからもう一つ、この切れ込みのこの一番上、この中にあるんですね。ちゃんと二つに対しても、口は開いてる。それから、ここはね、よくできてるなと思うんだけど、これですね。LED。うん。ここのところがもうここに LED がついてるんじゃないかと思うんだけど、実はそうじゃなくて、このね、これね、この中にある LED の部分、切れ込みがあって、ここに、透明の、半透明の、プラスチックが入ってて、そこに反射するような形でこれだけ綺麗な色が出るようになってるんですね。ということでね、非常によくできてはいるんだけど、ちょっとね、まあ、問題というか、不満点っていうのかながあるのは、一つはここ。ここの中に USB-C とそれから SD カードのスロットがあるんだけど、一旦ケースに装着してしまうとそこにアクセスできないと。これがちょっとね、やっぱり操作してるといろいろと面倒だなと思う瞬間がありますね。それから、まあ、もちろんこの形でわかると思うんだけど、この、本体仮面にね、下側にあのバッテリーの、ポートがあるんだけど、そこにアクセスできないと。この部分ですかね。この二つ、ちょっと不満だなと。あともう一つはね、やっぱり、アクセサリーをつけることはできないですね。例えば、LED ライトとか、それからマイクが、まあ今後ね、用意された時にマイクをつけるにしても、この本体、こいつには取り付けようがないっていうことですね。まあ、ということで、今回ね、その辺を解決できるかなと思って、まあ、ケージですね。を2個、入手しました。これですね。一つはね、この最近私がよく紹介しているこのウランチ、これはね、提供してもらいました。こんな感じですね。でこちらはね、自分で購入したんですが、これも、まあ、最近いろんな人が使ってて有名になってると思うんだけど、この、スモールリグですね。ここのもの、この2つを入手しました。ね、ちょっと、形としては、まあ、当然だけどもよく似てますよね。ちょっと比べるとちょっとこちらの背が高い。ここに、アクセサリー集が用意されてるってこともあって、ちょっと背が高い感じがしますね。横方向はね、スモールリグの方が少し、厚みがあるような感じですね。縦方向というかこれは厚みですね。厚み方向も、このスモールリグの方がちょっと、厚いですね。重さをちょっと測ってみたいと思います。本体だけ比べてみると 84g のウランジに対して 74g、 こちらの方が、この底面ですね、ここに切れ込みがあるのでその部分かなと思うんだけど、こちらの方が75に対して84、約 10g、スモールリグの方が軽いっていう感じですね。それでちょっと、まあ、どちらもそれぞれ、いいところ悪いところあるなというふうに思うんですけども、ちょっとその辺を今日は確認したいと思います。まずね、開け方なんだけど、これは結構2つでそれぞれ特徴があって、スモールリーグの方はこうやってここをネジ2つ、非常にちっちゃなネジ2つですね。これで、ドアのようにこういうふうになってますね。こんな感じですね。でね、これがね、ちょっと
操作性が若干問題があるなと思うのはこのネジの処理の仕方なんですね。通常ねこういう設計をするときっていうのはこちら側の板側ですね、ここは通しの穴にするのが、まあ、一般的かなと思うんだけど、これここに、ネジが切ってあるんですね、中に。しかもこのかなり薄いですよね。だから一山か二山だけかかるようなネジ のメスが切ってあるんですよね。そうするとこれ締めるときにこの穴が若干でもねこれ、この位置ですね、こことそれからここに支点があるわけで、こうやるとねうまく合わない時があって、片側から締めようとするともう片側がうまく締まらないっていうような、そういう風になりがちだなという印象ですね。だからこれね装着するときは一旦ここのネジを通してしまって、この一番ネジ の根元側ですね、そこはネジがないのでここをツッツにしておいて、で、ここに当て込んで、でギューッと当てながらこのネジをこう締めていくようにすると少し締まりが良くなるのかなと。ただねやっぱりここにこんな感じですね、ここのねネジがすごくそのネジのね締まりが良くないですね、これでなんとか締まったな。この辺がねちょっと、設計的にどうなのかなと思うんだけど、まあここにネジがこっちサイドにねネジが切ってあることによって、このネジを完全に蓋を開けた時にも、この蓋にね、ネジが止まってるので、まあ、この2個をなくさないっていう、そういう意味での設計かなとは思うんだけど、ちょっとここら辺もうちょっと工夫の余地があるような気がしますよね。それでこれのねとにかく素晴らしいところっていうのは、これ見ていただいて分かるように純正の欠点である、まあこれを欠点と言っていいかどうか分かんないんだけど、純正の問題と思ってたここ、このドアですね、SD カードとそれから USB-C が問題なくアクセスできるということ、それからもう一つここですね、バッテリー、このバッテリーも、装着したまま交換ができるという、この部分についてこれは非常に優れてますよね。でね、もう一つこれがね秀逸だなと思うのは、実はここに、これ52ミリなんですね。オズマアクションはね、ご存知のようにここに、これが外すことができて、これ用の純正もあるのかな。サードパーティーでも ND フィルターなんかがもうすでに、大量に出回ってると思うんだけど、ここを変えることで ND が付けられたり、まあ、CPL が付けられたりってことがあると思うんだけども、これはね、その部分を解消してくれるというか、まあ、こうやってね、こんな感じで、52ミリのね、フィルターを装着することができます。ということでね、この純正を持ってなくてもこうやって、まあ、ND フィルターやそれから CPL フィルターなんかをここに、装着できますよね。まあ、52ミリだと、Amazon で見てもね、いくつかのブランドっていうか結構なブランドで、52ミリ用のフィルターってのがたくさん出てるので、まあ、汎用性のあるものをね購入できるというのはメリットがあるんじゃないかなと思いますね。でね、これのね、ただちょっと問題だなと思うところは、こういうふうにね三脚ネジはたくさんあるんだけど、アクセサリー種がないんですよね。で、まあマイクや、それから、ま、こういったね LED ライトなんかは、まあ、こういった形でね、ここに、まあ、コールドシューのねアクセサリーを、マウントできるように
することによって、拡張性が簡単になると思うんですよね。もちろんこれ両ネジがあればここに刺せるんだけど、ちょっと、装着性がちょっと若干落ちるかなという気がしてしまいますね。まあ、それがスモールリグの、まあ、メリットとデメリット、これがあるっていうのは大きいと思いますね。でちょっと次、ウランジの方に装着してみますね。ウランジの方はこれはね非常に簡単ですね。この、これここに、金属のまあボールがあって、これで中にバネが仕込んであるんですね。でこれで、ここを固定して、外すこともできると、まあ、これは非常によくできてると思うんですね。でこれをここに、装着して、で閉めると、うん。でこれもやはりここですね、これは問題ありません。ただね、このスモールリグが下のバッテリーの部分が空いていたのに対して、ウランジの方はここが閉まってるんですね。まあ、ただ、これのねメリットデメリットってのがあるんですね。ここが空いてる分、例えばこの三脚ですね、ここにこうやった時にちょっと前側に重心が移ってしまうんですね。で、それに対して、ウランジの方はこれ、ちょうど中央に、させるっていうのがいいところかなと思いますね。ウランジの方もね、マイク、は、ちゃんとここに開口してて、それから当然、ここも、これがそうなんですね。マイク用の穴だと思うんですけども、問題なくここも、開いてますよね。私がいいなと思うのは、この、こことここ2箇所の、アクセサリー種ですね。やっぱりねこのこういう、次ね純正のマイクアダプターが出た時にマイクを装着したいと思った時にはこうやってそれからマイクをここにくっつけることができますよね。その時はここを外して、まあ、多分 USB オズモポケットが、ここからアダプターを出してっていう形なんで、多分これも同じような形になると思うんですけども、そうすればここにマイクを、外部マイクを取り付けることができるっていうのはこういう感じで、やっぱりここにね2つ、アクセサリー種があるっていうのはこれの大きなメリットかなと思いますね。まあ、ということでね、どちらも、一長一短あるかなと思うんですけども、拡張でここにフィルターをつけたいと思う人はこれは一ついいと思う。ただね、私が日本のアマゾンで調べたところ、これが販売がまだなされてないように見えるんですよね。ですから、もし、見つかったらね、アマゾンのリンクを貼っておきます。だからこちらはね、ウランジの方はすでに、アマゾンで販売されているので、それのリンクをつけておきますね。こちらは、私は香港で400ドルぐらいで買ったんですよね。で、そうすると5500円ぐらいだと思うんですよ。で、これはアマゾンで今、2800円だったかなぐらいで売られて、ちょっとリンク貼っときますね。ぐらいだったと思うんで、やっぱり値段はこちらの方が、まあこの辺の部分がありますからね、安くなってると思うんですけども、これのリンクも貼っておきますので、もしよかったらね、そちらから購入してみてはいかがでしょうか。ということで今日はブランジとスポーンリグのケージについてちょっと話してみました。最後までご視聴ありがとうございました。今後もこういったガジェット類の紹介をしていきますので、もしよかったら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた、バイバイ。